3, 2, 1どうも、原作特派員のカトゥーです。さあ今回も始まりました。これは3区の皆さんの生活がより便利により楽しくなるように、検索特派員があなたの知りたいことをあなたに代わって検索、必要な情報を探し出す検索代行情報番組です。早速ですがカトゥーさん、はい、親子で行けるカフェって知っていますか？あー、それね、私もね、息子いるんですけどなかなかなくてね、で奥さんも探してるんですけど結局ファミレスになっちゃうんですよ。あ、なくてね、探してる、ね、親御さん多いですよね。多いですよ、本当に多いですよ、うん、ということで、うん、今回の依頼はこちらです。はい、アラブンチョネーム子育てママさん、こんにちは。こんにちは、いつも楽しく拝見しています。文京区に素敵なカフェを見つけたのでぜひ深掘りしていただきたいなと思いご連絡しました。お店は千駄木三丁目にあるミモザカフェという最近できたお店です。子連れで行けそうなのですが、インスタグラムにしか情報がないようなのでぜひ検索お願いします。いいですね、ミモザカフェさんという最近できたお店。うん、わかりました。子育てママさん、あなたに代わって検索しますよ。あなたの知りたい検索します。というわけで今回の検索テーマは親子で行けるカフェに決定。インスタの情報をね見てみましょうかね。覗いてみましょう。はい、検索ワードが、ミモザカフェ、千駄木、出てきましたね。食べログもありますね。はい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 、あ、インスタありましたよ。あら、可愛らしいクマさんのイラストが描いてます。可愛いですね。ねえ、はいはい、こちらがね、ミモザカフェ、パパとママと子供の集いの場。あ、2023年1月3日グランドオープン。本当じゃ、今年オープンしたばっかりなんですね。出来たてほやほやということでね。はい、はい、3人の子育て、保育園勤務の経験を生かし子育ての楽しさを伝えたいと思いミモザカフェをオープン。いいですね、これのインスタからの温かみが伝わってきますね。ですね。はい、じゃあ早速深掘り検索いってみましょう。やってきたのは東京メトロ千代田線千駄木駅2番出口から徒歩5分のところにあるこちら。さあ、というわけでございまして、高橋さん、今日よろしくお願いします。いやー、こう素敵な場所でね、ありがとうございます。子連れでも OK ということで、はい、今日奥さんと息子も連れてきちゃいました。もちろん子連れで来ていただける場所なので、はい、大歓迎です。やっぱあれですか、こういった場所っていうのはやっぱ子育てされてる時に、ね、やっぱりこういうところがあればいいなと思って。そうですね、うん、子育てもそうですし、うん、あと保育園にも9年間勤めていて、うん、で子どもたちにとってパパとママがこうリラックスして安心していられるっていうことが一番子どもにとってはいいなと思っていて、うん、こうやっぱりでも子育てってこう大変なことの連続じゃないですか。はいはいはい、なのでここに来て私に愚痴を言ってもいいですし、うん、はい、ここで同世代のこうママとかパパとこう触れ合うことで、うんうん、あ、私だけじゃないんだって、うん、こうなんか帰る頃には少し元気になって帰ってもらえたらいいなと思って作りました。うん、あ、はい、そういったお店なんですね。はいはい、そのミモザカフェっていう、はい、お店の名前の由来っていうのは、そうですね、はい、ミモザの花自体は、はい、前の保育園でお散歩してる時に、はい、さ、お散歩中にこうたまたま見つけたお花で、はい、でその黄色にすごい元気をもらったんですね、私自身が、はい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 、でそれ以来とっても好き で、はい、でこのカフェを作る時に、はい、何の名前にしようかなと思った時にもう、はい、なんかミモザしか浮かばなくて、はいはいはい、でミモザのこう花言葉を調べたら、うん、感謝とか友情っていう意味があったんですね。はいはいはい、そうするとなんかすごく花言葉もいいし、うん、で私がここ作るにあたっても本当に友達に助けてもらって、はい、その保育園の先生たちにも助けてもらって、はい、両親にも助けてもらって、うん、感謝の気持ちもいっぱいだし、はい、でここでお母さん方もこう友情とかも深めていってほしいなと思って、はい、なんかぴったりだなと思いました。いや、またなんかすっごくね、
店内がものすごく可愛らしいんですけれども、はい、こういろいろコンセプトを考えたときに、はい、たまたま知り合った方が仙台に住んでいる、はい、アーキグラムっていう会社の女性の建築士さんだったんですね、はい、でやっぱりあの女性でやっぱりお子さん保育園に入れながら仕事しながら育てたお母様で、はい、すごくその私の意見に考えとかに共感してくださって、はいはい、もう何も文句一つない私にとっては本当に理想通りのお店ができて、はい、やっぱりのちょっとあちらにあるキッズスペース、はいはい、もうこだわりがありそうですね。そうですね、はい、キッズスペースを最初こう区切ろうかなって思ったんですけれども、うん、まあ、私的にはここはやっぱり子連れてきてもいいカフェなので、うん、あえて区切らず、うん、ここ全体がキッズスペースぐらいの気持ちで、うん、走っても飛んでもいいよっていうことで、うん、あの考えてるんですね、はい、でおもちゃとかもあのやっぱり保育園でいろいろ見てきたので、うん、まあ、子どもがに人気がありそうなおもちゃも集めていて、うんうん、あの皆さんね食いついてくださってありがたいなと思います、はい、入った瞬間釘付けでよかったです。あのキッズスペースから離れないんですねいいことです。お見事ですよね、はい、うちの奥さんも今あの一緒にいるね、ママさんと一緒におしゃべりとかもできて、いやもうすごくまず入った瞬間からの雰囲気が温かくて、あとキッズスペースがやっぱりあるのもすごく嬉しいですね。台もそんなに高くないのでキッズスペース台があるところもあるんですけど、台も低くてほぼフラットなので本当に安心してあの大人はご飯を食べれるなっていう。もちろんキッズスペース以外にもこだわりはあるんですね、はいはい、やっぱりお子さん連れできた時にやっぱり一番気になるのはおむつ替えとかそういったことだと思うので、トイレはあのすごく広くしてありまして、でそこにあのもうおむつさえ持ってくればあのおむつ替えができるようにお尻拭きとか袋とかはご用意しております。なんかこう雰囲気もちょっと可愛くしていて、いやもうまずとにかく清潔感あふれるトイレで、はい、めちゃめちゃ可愛らしいデザインですねそうなんです。で、一番のおすすめがここなんです、はい、こちらの水道、はい、ちょっといいですか。水道です、水道です。ちょっと見づらいかもしれないけど、これカップの形なんですよね。え、はい、これをあの建築さんと打ち合わせ中に見つけて、はいはい、もうどうしてもカフェなのでつけたくて。これお子様もお喜びなんじゃないですか。そうですね、ママの方がお喜びですね。あ、そうか、かわいいみたいな感じで。いや僕もすごく初めて見ましたよこういうの。そう、皆さん初めて見ました。今おっしゃいますね。そうだけ、はいはい、そして、そして、はいはい、これがそのおむつだって買えないです。あるのとないのか違いなんですよ。一応やっぱりこう、ね、安全のために保育園で使ったベルト付きで、はいはい、でお尻拭きと袋とあとおむつ替えシートとご用意しております。いやこちらねこのね袋がすごくありがたいんですよ忘れた時ありますもんね。そうなんですよ、ね、で大きい方とかねしちゃうとね。そうなんです、これ入れてそしたらもう匂い完全防備ですから、はい、でそのままね捨てたり持って帰ったりとかできますし、はいはい、これおむつ用シートあるんですね。これであのやっぱりこういう、ね、コロナ禍とかいろいろあるので、あの気になる方もいらっしゃるかなと思って、はい、これはあの保育園の先生のアドバイスで置いております。いろんな方の力が、はい、そうです、ね、備えられて、はい、そうです。はい、至れり尽くせりですね皆さん喜んでくださるので、はい、はい、またちょうど下がちょっと気になったの、これはなんかこれが、はい、あのもう多分立っておむつ替えする年齢ってあるじゃないですか、はいはい、あります。そうするとこの上に立たせるの危ないので、うん、これを下に引いていただいて、ここでもう立っておむつが替えられるようにしております。いやいや、そうね、本当にね、はい、うち2歳なんですけどね、はい、あのその日に限ってもうおむつ代がいやいやっていう時があるんですよ。寝転ぶの嫌がりますよね、大きくなると。そういう風にこれがあると助かりますね、はいもうあのこうお散歩で別にここをカフェを利用しなくても気軽に寄っておむつ替えしてくれるぐらいでいいなって私は思っていて。聞きました今、はい、いいですね。本当にあのなんていうんですかね、そういう場所として、うん、こう地域にこう根付いたらいいなと思っているので、はい、もうどんどんもっと地域に開けていってほしいですね、はい、はい、ありがとうございます。さあというわけでございました、このミモザカフェを堪能したいと思います。
会さんおすすめのお料理をご用意していただきました、はいはい、ハルト君の方が、お子様ランチになりますね、普段はお子様サンドイッチとこういったお子様ランチがありまして、これがお子様ランチになります。で人気はやっぱりこの、ね、キャラクターの、ね、ふりかけが人気です。こちらが、はい、こちらが具だくさんサンドイッチになりますね、はい、あのこれお店の料理のコンセプトみたいなのがあるんですか。やっぱりこう出てきた時にわーって言ってほしくって、食器とか盛り付けとかは、はい、いろいろ考えてまして、はい、でお母様 の, コップを見ていただくとやっぱりちょっとお花が黄色いのが分かるかと思うんですけれども、はいはいはい、ちょっとミモザっぽい感じのでしたりとかして、はい、ミモザの花の色を入れました。はい、はい、そうなんです。ミモザを知ってる方より一層はーってますね。はい、そうミモザ推しなので、はい、じゃあこちら具沢山サンドイッチをいただきたいと思います。美味しいですね。本当いろんなチキンからお野菜から具沢山でいろんな味が一瞬で楽しめる。あ、なんかほっとしますね。おいしい。チキン作られてる。そうなんです。すごく柔らかくて美味しいです。なかなかこう子育てしてると自分は簡単にご飯済ませちゃってなかなか野菜取れないなと思うんですけど、アボカドにレタスに人参にすっごくヘルシーで美味しいです。奥様完璧です。一ついいですか。うちの奥さんです。カトゥーさん頑張ってください。こうやってキッズスペースで子供が遊んでるっていうのをさ、ここで見ながら食べれるのがいいね。何より。何よりだよね。大人はいつももうバタバタで、どっちかが子供のケアをしながらご飯を食べるので、なかなかゆっくりご飯食べれないので。そうだね。美味しそうなスイーツが出てきましたよ。こちらは何でしょう。はい、これはいちごのワッフルになります。はい、今ねちょうど季節なので。これでご用意してみました。いちごのワッフルというかもう見た目ケーキのようななんか。じゃあいただきます。うわ、ちょっとしっかりリポートお願いしますよ。あー、ほどよ山さん、よかった。ワッフル柔らかい。いただきます。上手上手。あ、いちごも甘いです。美味しいです。なかなかワッフルあるお店ないと思うんですけど、やっぱヘルシーです。子供にも安心して、そんなにバターとかも多くないので安心して食べさせられる。いいデザートです。美味しかったです。奥様、100点です。ちょっといい。うちの奥さんです。あーなー、こう夢中になってる。初めてじゃない、こんなにこういうスペースで一緒になるの。親はもう見てられる。子供同士の触れ合いも生まれるし。いやもう大満足ですね。あとやっぱり店長さんがもうお子さん好きですし、保育士やってらっしゃったっていうのでもう本当に子供を好きなのも分かるし、こうやって子供たちとも触れ合っていただけるのでもう本当に安心して任せられますし、ご飯も食べられます。大満足です。お家の近くにも高橋さん、素敵な看板を見つけたんですけど、これは何でしょう。
ミモザカフェでは、月に最低でも1回は親子の体験イベントをやっていて、3月5日にやっぱり仙台に住んでらっしゃるサロンドエルさんとコラボレーションして親子でアイシングクッキーっていうのを作ります、うん、はい、先生がもうクッキーは焼いてきてくださって、はい、そこにこうアイシングをする感じなんですけれども、はい、一応ミモザなので、はい、ミモザで作っていただいてますね、はい、それをやります。こちらも検索。皆さん集まってますね。市販のってこの着色料を使うんですけど、なんか子供に食べさせるんでわざわざ、私体に悪いとかないんですけど、ね、合成の着色を使うのも嫌だなと思って、私は天然色素を作って、スタンシングクッキーってことでやっていて、今日だと抹茶のパウダーとか、これはほうじ茶。クマさんのお顔をまず2ミリでもどう、どう1ミリぐらいだったら、ね、2、3ミリ縁取りしてきます。楽しそうですね。白クマさんも豪快だね。ナフィあ、そうそうそう、いいねいいね、よし、ママにも手伝ってもらおう。私もうまくできてますよ。上手ですね。ご紹介とか、あ、インスタを見て、また途中だけどやってみてどうですか。楽しい。楽しい。これクッキーだよ。初めてやったんですけど、クッキー、すごい。子供でも可愛くできてびっくりです。あ、口描いたんだ。すごいすごい。びっくりしました。鼻だよ。あ、上手。お兄ちゃんどうですか。楽しい。楽しい。ああ、いいね。どっかね。どれが自信作今のところ。お気に入りどれ。これとこれとこれ。よくできましたね。素晴らしい。お母さん、こういう親子で参加できるイベントどうですか。やっぱ楽しいですよね。なかなか土日ぐらいしかゆっくり子供と遊べないので、ですね、ね、こうやってもうママさんたちの、ね、夢がこうやって叶えられるのが本当にいいですよね。そうですね。はい、皆さん得意なものがあると思うので、はい、そういったものをここで生かしてもらえるのも、はい、ミモザカフェの存在意義があるかなと思ってます。はい、おっしゃる通りだな、本当にね。はい、じゃあ最後に地域の皆様にメッセージをお願いします。はい、1月3日にオープンして、まだ本当にもうすぐ2ヶ月とかそのぐらいなんですけれども、徐々に認知していただいてお客様が増えて、私もとっても嬉しく思っています。ここで皆さんのつながりが広がって、地域でみんなで子育てできるようになったらなと願っております。ぜひいらしてください。お待ちしてます。はい、今日は本当に、はい、素敵な時間、空間、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後カメラに向かって一緒にお原稿するよ。せーの、お原稿。検索終了。さあ、というわけで今回はですね、親子で行けるカフェを検索してきました。子育てママさん、いかがでしたか。仙台にいい場所できましたね。見つけましたね。いや、あとね、やっぱりね、保育士経験がある高橋さんがいるとね、とっても安心ですよね。安心感ありました、すごく。だからね、うちの奥さんと息子 もう大満足でしたよ。ぜひまたね、遊びに行っていただきたいですね。はい、ぜひ行きたいです、また。
まあ、こういうね地域に開かれた場所がもっとも広がっていくといいですよね。もう増えるといいですね。はい、さあというわけでございまして、子育て中のパパさんママさん、ぜひミモザカフェに遊びに行ってください。このコーナーではあなたの知りたいを募集しております。検索特派に検索してほしいこと、こちらの宛先までじゃんじゃんお送りください。お待ちしています。それではまた元気にお会いしましょう。あなたの知りたい検索します。